下田市立図書館は静岡県下田市にある公立図書館である。1975年に下田市は旧下田町立図書館を解体し図書館を新築工事を開始した。工事期間中の図書館業務は公民館を利用していた。1976年現在の図書館が完成する。2011年より図書館 システムインターネット予約ができるようになっている。現在の下田市立図書館は、建築後長い期間が経過し、老朽化、耐久性、増殖スペース不足などの課題とともに、視聴覚資料の貸し出し設備、バリアフリーな設計、駐車場の増加といった地域と連携したサービスの提供、ニーズの拡大に対応できていない。そのため、2011年に、 下田市教育委員会は、新市庁舎との複合施設として、図書館の基本的な構想の検討をした。翌年の2012年5月には、図書館を合築した新庁舎の説明が、市議会全員協議会で行われた。さらに、翌月25日には、新庁舎等建設基本構想、基本計画審議会が、この構想を妥当とする答申書を市長に提出していた。 しかし、用地選定の途中で、静岡県の下田総合庁舎でも高台移転の検討が始まったため、経費削減の観点から、図書館は津波時に1回2回の浸水が想定される、現在の下田総合庁舎に移転させる方針に切り替えた。施設設備の考え方のアウトラインは、下記のように整理している。今後の人口減少を考え、約2万人を前提として、 1574平方メートルの規模を基準とした、一般開花の拡充を検討し、閉花書庫の充実、バックヤードの充実も検討されている。ありがとうございます。